敵機は1秒間に160メートルの速さで突っ込んでくる。死んだら戦えん。生き抜くために戦うんだ。1945年4月6日、3333名の男たちは最強最大の不沈戦艦ヤマトと共に決戦の海へと向かった。父のことが知りたくなったんです。俺の母親と妹は守ってやりたい。何としても。ヤマトは沖縄に行くんじゃろ。死んじゃないけ。男たちのヤマト。お父さん、